2024年3月10日、19時52分、先ほど買い物へ行って帰ってきたんですけども、あとはまあ、今日一日、遊んでない状態で、まあ、ホームページの作成をしていて、まあ、あと、法律名はちょこちょこっと、まあ、ある程度打ち込んだりしています。まあ、まあ、重要な法律っていう314のところにね、少しずつ書き出してるだけで、まあ、この別のようなところにいっぱいありますよ、法律名。民事訴訟法とかの部分ね、必要そうなの。もうすでに書き込んで裁判所に本当は提出しますから。で、まあ、話戻しまして、まあ、佳子様へのメッセージということで、昨日ね、まあ、眞子様から、ちょっとね、声が、ちょっと濁ってる状態で、帰り道、その、佳子様と青い着物の佳子様が通ったのかもしれない交差点、佳子様だと思われ、もう僕は佳子様ですかって聞いた人、秋篠宮家の佳子様ですかと、言い方はもっとはっきり言ってますけど、大きな声、よく聞こえるように。で、まず歩いてくる人を止めようと思ったら、ある程度大きな声出さなかったら止まらない。本当に。で、まあ、それでまず止まって、で、止まったら返答しやすくなりません。歩いてるとき、歩きながら声出しにくいでしょ。止まったときに声出しやすいでしょ。で、それは横と誰か喋る相手がいて、で、喋っていたら歩くスピード絶対遅くなるでしょ。で、結論なんですけども、その、眞子さまがね、昨日、土曜日、今日が8月10日の、日曜日だから、電波の方ですけどね、交差点の近くのところで、明日っていう声が聞こえていたんですよ。だけども、今日やっぱり、遭遇することがなかった。これだけ言ってたんですよ。で、もう僕が対処できる範囲を大きく超えてるから、ホームページ青井圭介の履歴の一番に、アップロードしてる動画をしっかりと確認してもらって、警察の方にも届け出てる内容とか、それ見てもらったときに、状況がもう随分前からかなり異常であると。で、青井圭介を精神病院に入院させて隠蔽しようとしていたグループがあると。売春防止法は1956年に出来上がったのであって、それまで、裁判官も警察官も、検察庁の人間も、議員も、いろんな地方公務員、国家公務員、いろんなめちゃくちゃな奴らがいっぱいいた。これがスタート地点だったっていうことをしっかりと思い出して、もともと警察官とかはそんなに正しい存在じゃないっていうことを理解してください。あと法律作ってる議員さんたちもね。だから IR 法を作った。だからそれを全て安倍さんのせいにするわけでもないし、安倍さん自体は2回目のね、総理になることを僕からお願いしたのであって、で、安倍さんはもう嫌がっていました。テレビに出ることすら嫌がっていました。その、なんで私が出なきゃなんないんですかとか、もうはっきりとそこまで言って委員会に出てもらった時に、なんで私がもう一回総理をしなきゃならないんですかって、怒ってたんですよね。だから、もともとのスタート地点がめちゃくちゃだから、とにかく、そういう、L 業界側の人間と関わり合いたくないっていうのはみんなの本音であって、まともに普通に生きてきた人間はですよ。で、この間はね、その、それプラス、ちょっともう一緒に言いますけども、BPO でね、梅沢富美男っていう男性と一緒に、出ている、まあ一緒に出てなくてもそうなんですけども、もう両方多分、同じ系列の人間でしょう。田中みな実っていうアナウンサー、あいつヌード写真集出してるから、だと思う。角の、全身の多くの部分、ほとんど、素裸が。で、照れ隠したりとか、そういう類のものだと思う。もう、インターネットで見たくもないのに、何らかの、一般的な記事とか、そんなに、エロ業界側の記事じゃない見出しで見ていて、その CM の告知みたいなのでついてきてるから、で、そこでアクセスしてない、アクセスしてなくても YouTube でタコハイっていう、中ハイ関係の、CM が流れる。あれもう随分前なんですよ。10年以上前だったんじゃないかな、あの CM 制作されたの。で、それ何回も、もう、言わめろって言ってるんですよ。YouTube でも流すの。パートナーズシップのところ。エロ業界側の人間。出てくるから。そいつこの間、もうマスクしていて、で髪の毛も金髪になってる。やっぱりもう状況がひどくなればなるほど、ああいう風になる。で、顔はちょっと変わってる。で、エロ業界同士の人間の関わり合いを一旦断ち切らなあかん。で、片一方の人間は突役になって顔
さらによく書いたりとかしてる。だからその辺のところで、あいつはもう淡井圭介側の人間じゃないから、田中みな実は。こういうふうに、一つ一つ、しっかりとけじめつけていかなあかん。つけなきゃなんない。で、それを皇族側と、いうような形は無理です。不良側、髪の毛染めてる時点で不良側。そういうカテゴリー。人類共通。世界のルールは法律。海洋基本法違反。これ以上無茶苦茶なことした。もう極度の、極度の、露出。もうあそこまでした人間もう無理だから。で、その、タコハイ作ってたの、どこの会社だったり。キリン、もう制裁、本当に。そういうエロ業界側の人間を CM で扱っていて、その CM をまだ流そうとしてるっていうことであれば、そこの会社自体、エロ業界側の人間はたくさん存在する。もうどうせビールとか酒作ってるところなんかもともとそう。これは本当の話。でもそいつは金で動くから。もうそいつらに金回したらあかん、本当に。エロ業界側の人間。でもそこでしっかり取り締まること。で、タモリっていう男ももともとエロ業界側の人間。で、そこから生まれた息子が森田でしょ。タモリって本当は本名森田のはずだから自分で言ってたテレビで。本当のこと言えってみんなに言われて。で、その映像出てる。偽名なのって悪いことしよう。だから、ビビオ、倫理、あと国会も両方。で、田中みな実の家系で、議員います。あと国家公務員と地方公務員。どちらか。最後、警察官とか、検察官とか、裁判官、あり得る、探した。とにかく、裁判所も名前変えさす判決も一切なし。もうその方向で、最高裁で、答え出してください。それしなかったら無理、この世の中。26年前も僕同じこと言ってる。他の人間で。その時は田中みな実じゃなかったけども、違う人間で。もう今まで例いっぱいあるから、昔の方が、まあ、ひどいのかどうか、今の方がひどいのか、ちょっとよくわかんない、本当に。何回も物事変えようとしてきて、良い方向に一時的には進むんだけども、すぐ戻っちゃう。もう正直、今もお腹の体温ものすごい取れてる。眞子様のことを思い出したんですけども、その電波のね、明日っていう、こう、ちょっと弱々しい声。で、一応今日の朝は、佳子様の声で、体調っていう声は聞こえてたんですよ。だから、佳子様のことなんか僕のことなんか分からない。本当に。いろんなパターンとかができすぎてるから、もう判別不能。だからその方、だから国会議員の人たちが昔叱ってくれてたんですよ。その方法で、淡井圭介に会いに来ようとする男性にしろ、女性にしろね。彼の場合は無理だと。いろんな人間たくさん会いすぎてるから、その方は彼はもう絶対無理だと。ね。普通に電話しなさいっていうことになってるんですよ。それは裁判所の裁判官も言ってるんですよ。西尾ゆかりを相手にして、で、それをちゃんとテレビ局の方でも各役員に伝えておきますだったんですよ。もうそれは固定なんです。で、眞子さまもテレビ朝日の受付に座った、私は聞いてないを理由にして、めちゃくちゃなことし始めたら、もうみんなめちゃくちゃなことし始めるから。無理だから、本当に滅ぶから。そのことをしっかりと理解して、対応してください。これが佳子様へのメッセージ。以上です。で、あと、BBO 倫理委員会のことは話しました。で、YouTube に関しても CM、どこも同じ。アベマとか、アベマ CM ありましたっけ、あとは Netflix、YouTube はお金払ってるから CM はつかないから。で、ただ、YouTube 内で変な、映画とかは流すなし。で、エロ関係の。で、あなたたちの基準、低いにレベルの人間の基準で物事を見ちゃダメだから。僕の言ってる基準でね。で、出しちゃダメって。で、そういうシーンが混ざってる映画。それをいっぱい削除できる。で、あとは、ネットフリックス以外、なんだっけ、ユーネクストの有料番組。あと日本のドコモで、レミのかな何か、LI から始まる何か横文字。だからもうあんまり、横文字使われたら覚えにくいから、本当にここ日本だから日本語でしなきゃいけない。海外で売るときだけ英語に変換するだけ。本当はドコモとアベマを合併させなきゃなんない。してること同じ。
だからもう調べなきゃならないところ、その良くない業界にお金回そうとする連中を探すのは大変になるから、だから、その辺のところは国会議員の人たちや、放送会の人たちがしっかりと対応してください。もう、で、判決書を回してください、僕の方に。僕のホームページ貼り付けておくから。それで制裁していったらいいんです。あと、スーパーコンピューターに、その裁判所の判決。もう、エロ業界側に行った人間、無理だから、この世の中。そこと繋がった人間が狙われてしまってるから、現在も。ね。田中みな実は淡井圭介側じゃない。もうこれはっきりしてる。で、あと男性もわからないから。で、これが最後にこれは一般人の人を見てるんだったから、これは一般人の人へのメッセージですけども、芸人とか L 業界行った人間いっぱいいるから、男としてどう？そんなやつら、そんな鬱陶しい浮気者のやつら鬱陶しない？本当に。特に結婚話混ぜ込んできて、こっちを淡井圭介をね、実質的にデートとかないのに、性的な行為ないのに、僕を、悪く言ってた人間、まるで浮気者かのように。名前と住所、電話番号も知らない。横すれ違ってしまい、会社の時だけ、真面目にちゃんと言うこと聞くの。もう何がルールかわからない、本当に。その皇室の人たちとかの考えているルール、本当に。紀子様も会うって言ってましたけども、それは当事者の言った言葉だから、当事者が、対応する。で、それは佳子様のことにしちゃダメだと思う、本当に。で、あとは紀子様がいつ現れるかなんか僕は分からない。で、顔はっきり覚えていられるかどうかと、それによってね、顔作りさせるのが本当は目的で、はっきりしたことを言わない。会うんだったら、淡井圭介さんと会って話し合いをしますっていうことを言ってほしいです。僕の名称、それだったら言っていいですから。皇室の方であればね。ただ、それは範囲は、秋篠宮家までの範囲にしておいてください。それ以上広がると無理ですから、本当に。追えなきゃならない人たちが多すぎて、会った時も、もう、文人様と紀子様と、もう今も、眞子様も今急に現れても多分僕分からないと思います。で、あんまりもうテレビでもまずないから、で、いちいち昔の動画を見て、で、それによって実際の実年齢よりだいぶ前の時間軸の人間を見て、で、対応っていうのはやっぱり難しい。で、難易度は高すぎます。でも、もうここは佳子様で、本来は電話っていうものを使えば簡単に意思疎通、連絡はお互いできていたっていうことになる。僕のしてること、僕は合ってる目とかを見たら分かると、いい、全ては皇室のせいじゃないですよ。だけども、結婚希望相手を佳子様だとか、地下水流トンネル発電、河川水門外式ダム発電の件に関しても、これ本当に早く動かないと。全員が。じゃなかったら、誰も未来を担っていく人間って、もうどこの会社もそうですけど、人がコロコロコロ入れ替わってるんですよ。無理なんです、こんな世の中で。ずっと一族で固定されてるところが率先して動いてくれなかったら無理で、日本国憲法で、天皇陛下と皇后様がうんぬんっていうところは分かりますけども、その皇后である雅子様が、ね、医療業界の総裁になってるのになぜこんなことになってるんですかっていうことなんですよ。今日もまた晴れまさえ午前にいろいろ来てる。で、変な女が、もうちょっと、その女は撮影できなかったんですけども、この気があって、撮影されないように逃げてる女、お願いします、お願いしますとか悪いながら言ってきて、で、その後来た男は、きついのお願いしますって言って、僕の方に乗り台も一気に持ってきた。だから、そいつらは、悪党業界側でもうバレてしまった、側の人間。まあ、その動画も明日アップロードします。明日、まあ、撮影してるのが、まあ、今、3月10日で、もうこの後、晩ご飯とか、もういろいろ、もう今から動画の作成とか、もうこんな時間からもう大変すぎます。まだ晩ご飯も食べてないです。以上です。もうこれぐらいにしておきます。もう、かこちゃんでいいでしょう。もう、かこちゃんも、もう、それでも顔はそっちに行って、お互い顔を潰し合ってるのが、顔はそっちに撮られてるのはわかんないんだけども、今も顔、もうこの辺ちょっと変なというか、一瞬でわかる。で、そういうかこちゃんって言った言葉に関して、別の人間顔と
出るんだったら、そいつは、違法が、他所の人間がそれで顔を取る理由にならない。当事者の佳子様だけ。けど、それで佳子ちゃんが顔を取っちゃダメ。普通に考えたら分かること、してきたこと。以上です。これ以上芸能界にややこしい連中出しちゃダメですよ。これはテレビ局の役員の人たちに言ってます。全員。で、自分たちで伝えてください。ちゃんとそういうこと。国会議員の人たちとか。もう法律面もいろいろこう出してきて、今までの、その、してきたことって、テレビ局の。それを、フル稼働させたら、できるでしょ。テレビ局の合併と夜中と明け方の番組、消滅させるっていうこと。できる。その方が被害者が減る。以上。これ第三者の全員かどう、全員を持ってるかどうか分かる。全員が僕のために生きてきたかどうかはこれで分かる。